江戸末期に佐藤大善という医学者がいました。大善は現在の神奈川県川崎市で生まれ、26歳の時に蘭方医を志し、1835年31歳の時に出島で蘭学を学び、その後江戸の両国八軒堀に和田塾を創立しました。幕末の桜藩の藩主で幕府の老中を務めた堀田正良は蘭学を奨励し、西洋医術の普及に力を入れていました。そこでその頃、江戸で有名な医師佐藤大善を招いて、桜城下の本町に順天堂を開かせました。その桜順天堂の建物の一部が今も記念館として残っています。桜順天堂ができるまでの経緯を年代を追って解説します。1838年、天保9年、佐藤大善が江戸八軒堀に蘭方医学塾和田塾を創立。1843年、天保14年、和田塾が桜に移転し、蘭学塾順天堂を開設。この出島には江戸時代後期の文政6年1823年にシーボルトが来日しました。翌年には長崎郊外に鳴滝塾を開くと、日本各地から西洋近代医学を学びたいという医師や蘭学者が集まりました。順天堂創設者佐藤大善もその一人です。シーボルトは日本の土地の自然や風俗、習慣などについて研究した初の医師として、日本の文化をヨーロッパに持ち帰りました。オランダ人医師が長崎に来日します。その名はヨハネス・レデュース・カタリヌス・ポンペファン・メーデルフォールト。日本の西洋医学の師と呼ばれるポンペです。第二次海軍伝習には軍医を派遣すると聞いた良順は、伝習生として長崎に行き、ポンペとの歴史的な出会いが実現したのです。その2年後の1959年、シーボルトは30年ぶりに再来日を果たしました。良順とポンペはその3年後にシーボルトの協力も得て、長崎に日本で最初の病院、小島養生所を日蘭合同で設立しました。我々のために医学の講義をしてくれるか。言葉が理解できないという大きな障害があるのは分かっている。それを覚悟するのは我々側の問題だ。良順、私はあなたの言葉をよく理解したよ。君の言葉の意味は理解できてるよ。ありがとう。よろしく頼む。そこで長崎に来たポンペの医学校建設の志に共鳴した良順。当時の日本は漢方医が主体で、蘭医学は禁じられていました。そこで他藩からの医師は良順の弟子ということにして、ポンペの講義を受けることができるように取り計らったのです。
1857年11月12日、ポンペは西役所の一室で松本良順とその弟子たち12名に最初の講義を行いました。そして長崎に1861年9月小島養生所が完成。良順はその頭取となりました。1862年、ポンペは63名に卒業証書を渡し帰国しました。1863年、良順は江戸に帰り、弘庵の後を継いで西洋医学所頭取となりました。良順は医学校で兵書を読む学生が多いのに憤慨して、医学書のみを読むべしと兵書と文法書講読の禁令を出したところ、煮えたぎる攘夷熱に侵された医学生のごうごうたる非難を受けたといいます。前頭取の緒方弘庵の学風は蘭学を広い分野に応用することを認め、大村益次郎、福沢諭吉のような多彩な人々が輩出しましたが、良順そして順天堂の学風は異業専一であって、佐藤高中、関寛斎のような生粋の医師が育ちました。慶応元年1865年5月時点の佐倉順天堂の門人たちの出身地です。このように佐倉には日本全国から範囲が集まり、日本の西洋医学の先陣を切ったのが佐倉順天堂の歴史なのです。お引き取りいただきました。医者たる者は患者の善悪貧富を見てはならないのだよ。辞める人は皆平等だ。医の道は階級人相を見て判断してはならぬ。分かったか？もう一つ、松本良順と佐倉の関わりであまり知られていない歴史があります。印旛沼花見川の治水工事です。これは難工事を極めて多くの負傷者が出、その治療に当たったのが良順でした。またこの工事に尽力した千葉柏井の川口家に良順の長女が明治24年に嫁いでいます。川口家は以降、良順の処方した薬を全国に広めます。さらにその後、良順の孫と近藤家の5代目の弟が養子に入り結婚し、親交を深めていきます。実は花見川の正式名称は印旛沼放水路といい、印旛沼の水量調節のために作られた人工の水路です。この工事は江戸時代の天保の改革時に始められ、何度も中断し、明治時代にオランダ人技師デレイケが技術指導し、やっと昭和40年代に完成するものとなりました。今では千葉市民の憩いの場となっている花見川にも壮大な歴史があったのです。
江戸時代の桜藩の蘭医学が西の長崎、東の桜と言われたほど盛んであったことから、1987年に桜日蘭協会を設立し、草の根の国際交流を続けているそうです。日蘭修好380周年、桜記念事業として桜ふるさと広場に1994年に建てられた本格的なオランダ風車は、日蘭親善のシンボルでもあります。鎖国という300年の眠りから日本が目覚め、西洋文化を受け入れるときに、堀田正良や桜順天堂の果たした役割は大きく、全国に先駆けたものでした。下総を舞台に活躍した幕末の蘭学者たちが、明治になって開国してからは医学を通じて西洋文化の窓口になっていきました。良順の影響を受けて、近藤家5代目の弟2人は医師となりました。松本良順が明治27年に書いた掛け軸があります。この掛け軸は下総開国絵図とともに地域の歴史を語っています。明治6年、四つ街道にフランス人ル・ボン大佐が指導した日本で最初の砲兵射的学校ができました。明治27年には日清戦争の準備のため総武鉄道が敷かれ、四つ街道駅もできました。陸軍の軍医総監になった松本良順が、幕末の志士である新選組の人々を忍び、戊辰戦争から27年経って書いた掛け軸です。世辞はカワウソのごとく竜をあざけり、人情は虎の胃を狩る狐のごとし。近藤勇と仲の良かった良順が、近藤土方らのように忠誠を尽くして、そのために死んでいった旧幕臣たちへの不当な評価を覆そうとしたものです。戊辰戦争時、会津の鶴ヶ城の負傷者の治療に当たっていた良順、その良順も北海道へと向かう土方歳三らと同行しようとしましたが、土方に外国語のできる医師が新しい日本には必要だと止められ別れました。医師は自らの天職をよく承知していなければならぬ。ひとたびこの職務を選んだ以上、もはや医師は自分自身のものではなく、辞める人のものである。もしそれを好まぬなら、他の職業を選ぶがよい。幕末の時代にポンペのこの言葉は、政治的な駆け引きではなくて、医師は真の慈愛精神に満ちていなければならない、医師は徒党を組まないで個人の意見が言える存在だったのです。君の言葉の意味は理解できてるよ。医学という分野の人を差別することのない精神が、オランダ人医師と良順らの日本人医師の交流を生み、そして幕末の医師たちの紳士で豪快な生き方と、何事も柔軟に学んだ熱意が、日本の西洋医学の進歩に大きく貢献しました。これは幕末からの開国、明治の文明開化のもう一つの歴史といえるでしょう。その思想は開国論者で日米修好通商条約に尽力した千葉県佐倉の藩主堀田正良の地、この佐倉で生まれ育まれました。晩年の良順は肉食牛乳を飲むことを勧め、歌舞伎役者に海水浴を奨励させ、大磯は海水浴場別荘地として発展していきました。
良順はこの地、1907年76歳で逝去しました。大磯の海岸には謝恩の碑が建てられ、お墓は明大寺にあります。病気にならない健康的な生活を奨励し、民衆のための薬を普及させた松本良順の姿は、せいろがんのパッケージに描かれて、死後も民衆に尊敬され愛され続けました。Thank you.